いやー、このオープニング、これ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 よ、これこれね、ツー。いやー、桜大戦ツー、ついにやります。まあ、なんか初めてやるような言い方をしますけど、もちろんこれが発売された当時たくさんやりました。でもまだまだ遊び尽くしてないので、神崎すみれが総司令となり、新桜大戦Gアニメーションが始まりました。新しく新桜大戦からね、このゲームを知った人、桜大戦の世界を知った人に紹介するような意味合いも込めまして、あー、もろちゃったそうね、1話の予告も見ましょう。ここに私たちの思い出と、そして未来があります。ようこそ劇場へ。次回桜大戦2、花燃える帝都、大正桜にロマンの嵐。お帰りなさい、本神さん。うん、これが1話の、予告になりますね。はい、戻ってきました。ではね、今総司令をやっている神崎すみれの活躍をちょっとぜひ皆さん一緒に見ていきましょう。大正14年、彼女はどんな隊員だったのかというのをね、見ていきましょう。これが2の導入ムービーですね。大正12年13年に1の戦いを終えた、それから後の大正14年帝都、三笠記念公園には聖魔城での戦いの後として三笠が突き刺さったままになってますね。うん、一人の男の姿、目覚めよ。何を目覚めよと言ってるのかですな。そして起き上がる一人の男、目覚めさせられたのは一体誰なのかと。ちょうど今桜の季節だからな。どうだ、お前も一杯やらんか。第1話、花燃える帝都。さて、船で米田司令と大神少尉がね、色の嵐が嘘のようだな。どうやら桜も散らずに済んだみてえだ。それは何よりだな。今の桜もみんな見れないうちに散ってしまうかもしれないからね、花見に行くなと、花見の準備をせよと言いたいところなんですがね、花見に行くなという時代ですからね。おかげで今日はうめえ酒が飲めそうだぜ。なあ、おかみ。やっぱり米田司令、お酒好きのね、こういうところが人柄を表してるよね、良さが。はい、米田中将もお元気そうで何よりです。今の新桜大戦やってる人からすると意外かもしれませんが、当時は主人公のボイスはなしだったんですよね。プレイヤーの分身として大神隊長がいるので、戦闘中とか以外は全部音声なしになってるので、これは私が読みます。おう、元気だよ。それにしても相変わらず堅苦しいやつだな。お互い1年ぶりなんだ。うん、再会を祝してまずは乾杯で行こうぜ。そうだね、さっきのあのミカサが突き刺さってる、ワンでの戦いは大正13年3月に、あった戦いで、今米田と、大神が会っているのは大正14年の4月になります。
一応ストーリーもちょっと簡単にお話ししておこうかなと思うのですが、大神はクロノスカイとの戦いを大正13年に終えた後に、花組隊長として過ごした思い出を胸に海軍へと復帰していくのである。あれから1年の月日が経ち、大正14年春、帝国歌劇団花組の戦いはまだ終わっていなかったというふうにね、説明書には書かれています。ので海軍にしばらくいたので、今大神さんも海軍の服を着ていますね。はい、当時のプレイヤーたちはね、2が出る、続編が出るってことを大きく喜んだだろうね。ほう、なるほど、南米を回っての演習公開だ、ご苦労なこった。そうだよな、そんな任務を1年間していたんだなって。久しぶりの海上訓練でだいぶ絞られました。そうかい、そうかい。ところで大神、はいよ、久しぶりの帝都はどうだ。そうだな、1年間も南米側にいたらな。そうですね、以前にも増して活気に溢れていて、そして平和に見えます。平和なんてよ、言葉じゃ簡単だが、壊れやすい砂糖菓子みてえなものさ。まさに今我々もそれを感じさせられてるよね。帝都に危機が本当に来てるからね。大神よ。はい、何でしょうか。今日お前をここに呼んだのは他でもない、戻ってこい、帝劇へ。そうか、1でこう1年間一つ戦いを終えたと思われていましたが、大神は帝劇に戻らなきゃいけないという。しかし自分は現在帝国海軍に所属していますが、異例ならここにある。海軍大臣と参謀本部の認め印付きでな。この海軍大臣、後でキーになってきますので、ちょっと覺えておいてください。帝国海軍少尉大神一郎、まだこの時は少尉だね。秘伝に特殊任務として以下の部隊隊長への着任を命ずる。はい。帝国歌劇団対高魔迎撃部隊花組。また帝劇で一っ働きしてもらうぜ、大神。どうしようかな、シンプルに真ん中でいくか。上が本当は大神さんらしい感じもするけどね。よろしくお願いします、隊長として初心に戻って頑張ります。左下の大神の絵も見ると、単にこうなんだろうな、任務を与えられたというよりは、心からやっぱりどこか誇りというか喜びというか、そういうのが感じられますよね。後に総司令になりますからね、大神さん。相変わらず堅苦しいやつだな。ところで大神、何ですか。隊長として再赴任する前に一つ聞いておきたいのだが。はい。お前、花組の中で特に思うところのあるやつはいるか。これはまあどういう趣旨なのか皆さんうすうすわかると思いますが、まあワンでどういうね思いを持って大神が帝劇を離れたのかっていうところになりますが、今回私はもう決めて、この時に誰と答えるか決めて始めてます。はい、います。真面目にそれ言うのもな。そうか。では照れくさいよな。俺が一番心に残っている隊員は誰だ。それは純礼くんです。この絵はそうか、ワンとデータを連動させてると見れるんですよね。エンディングの絵なんですよ。確かおめえスミレのパーティーに清掃して行ったんだってな。そうなんですよ。は、はあ。そうか、あれから1年も経ったんだな。
スミレ君元気にしてますか？これから15年後に大正29年新桜大戦でね、スミレ君は司令になるわけですからね。みんなからさん付けされてるスミレさんがこの時はくん付けされてますからね。おめえが戻ってくると聞いて喜んどったようだぞ。おお、そう言ってもらえると嬉しいね。今日は特別に迎えに来てやると言っとったしな。え、それじゃあ。おお、そうこうするうちにそろそろ約束の時間だな。楽しみだねこのシーン。ああいるね。スミレくん、感激のご対面だな。なあ、久しぶりの再会だ。ゆっくり話してこい。ありがとうございます、司令。はい。まだこの若かりしスミレさんね。スミレくん、お久しぶりですわね。こちらこそ。このカチューシャつけてるスミレさんに会うのも久しぶりだよね。ただいま、スミレくん。元気そうだね。いやですわ、少尉。そんな当たり前のことをおっしゃっては。もっと他のご挨拶があるんじゃありませんか。そうですね。あなたに言うべき言葉がありますね。他の挨拶？どっちにしようかな。スミレ君、君に会いたかったよ。あら少尉、しばらくお会いしないうちにずいぶん大胆になったのですわね。まあ私も悪い気分はいたしませんけど。そうじゃね、こういったことはもう少し奥ゆかしく行きたいものですわ。なんかこの言い方もいいね、お上品。そうか、ごめん。よしよし、感激の再会も一段落ついたようだな。ちょっと支配人。せっかくいいムードでしたのに邪魔をしないでくださる。そうだね、正直そうだね。いやいや、すまねえ、からかうつもりじゃなかったんだがよ。これ面白いのは今、画面には米田司令しか映ってないけど、だって歴代3人の司令がいることになりますよね。せっかくの大会に移動さすようだが、お前たちに言っておきたいことが。おう、何ですか。帝国歌劇団花組は、はい、帝都の平和を守り、魔物と戦う戦闘部隊。そうですね、お前たちには命をかけて戦ってもらわにゃならん。再会して浮き立つ気持ちもわからんでもないが、恋人気分を引きずってもらっては困る。この理解を示しつつも司令としての厳しさっていうところを備えた言葉だよね。恋人気分ですって、私がいつ少尉と恋人気分になったのです。そんなこと言っちゃって。まあ話を聞いてくれ。はい。大体ちょいと真剣な話なんだ。珍しい表情するよね。平和を守る仕事は甘くはない。いつ何が起こっても対応できる心構えが必要だ。この3人は特にそれを感じている立場になるよね。これから新桜大戦のシリーズまでを通してね。大切な仲間を失う悲劇を二度と繰り返さないためにもな。いやー、この重いね。スミレからすればその悲劇がやってくるわけだよ、大正19年に。つまりここから5年後にな。米田中将、そうなんですよ。まあちょっと過去のシリーズ知らない方のためにもお話しすると、帝国歌劇団結成前に米田中将はね、対駒部隊として後部もない時代に4人で戦っていました。その中の1人で
他の3人はねもうすでにお別れしてしまう形にね、桜大戦1までの段階でなってしまいました。その一人が副司令のあやめさんですよね。前のように仲良くやる分には全然構わねえ。要はけじめをつけろってことよ。なるほどな。まあ恋愛禁止とかそういうことではなくてな、仲良くやりつつちゃんとこう切り替えをせえとか。それにすみれ、おめえともちょいと会えなくなることだしな、いろいろと大変だろうが、こういう時こそ気持ちをしっかり持っていてくれ。会えないってどういうことですか、どういうことですか、よいな中将。そいつは後でスミレに聞くんだな。それではスミレ、とりあえず大神を大帝国劇場に送ってくれ。ええ、承知いたしましたわ。ここが銀座大帝国劇場ですね。しかし銀座のど真ん中にあるこの大帝国劇場が戦闘部隊帝国会議団の本部とは誰も思わないだろうな。これが新とこのシリーズとの違いですよね。新桜大戦の時にはもう歌劇団っていう存在がオープンになっていてね、コウマ大戦でその歌劇団の功績っていうのは知られてからの話になりますからね。さあ天劇に着きましたわよ、将棋。うん、ここでスミレとこの後はちょっとお別れになっちゃいますよね。大帝国劇場、そして帝国歌劇団銀座本部。俺はとうとう帰ってきたんだ、帝劇に。いや、ゲントから早く帰ってきてほしいね。はい、そうだね、離れ離れになる理由を聞かなきゃいけないね。なんだいスミレ君。将棋、なんだかだんだん腹が立ってきませんこと。どうしました急に。腹が立つ。さっきのその支配人の言葉のことですわよ。うん、ああ恋人気分は困るという話だね。舞台や戦いのことならともかく、なぜプライベートなことまで管理されるんですの。まあまあまあ、けじめをつければいいけど。まあまあではありませんわ。このことについて将棋はどうお考えですの。これ聞きたいのは、同じことを司令になったスミレさんがどう思うか知りたいよね。あえてこれにしようかな。若干論点が違うんだろうね、スミレからすればこの顔。それは誤解です。お、大神さんが帰ってくる夢を何度も見てたから、夢かと思ったんです。うん、おかえりなさい。4の実況の時も喋りましたけど、この